学生の時に、なんとなく将来は起業したいなみたいなのを思ってて、でそれを勉強できるところどこかなって思って、実は新卒で銀行に入ったんですよ。ああ、なるほど。で銀行で5年ぐらいこういろんな、お仕事をして、うん、法人セクションだったんで、うん、お客さんにいろんな企業の方がいらっしゃるんですけど、そのうち一つですね、転勤で長野に赴任するきっかけがあって、でそこでクライアントでこう酒蔵さんがいらっしゃって、うん、それまで日本酒、僕全くなんか興味なかったというか、うん、なんかすごい頭も痛くなるで、これやべえコンテンツだなぐらいの感じだったんですけど、いろんなこう作り手も多いのか、飲んでる時はそんなことない、うん、っていうのを思った一方で、なかなか、ちょっとこう言葉選ぶんですけど、プロモーションマーケティングが、うまくいっていない。こんなに美味しい日本酒を作っているのに、これ東京で全然見ないなとか、はい、で海外の進出の仕方をうまくやったらすごい跳ねるんじゃないかなとか、っていうのを思ってて、なんかできないかなって思ったんですね。でその後、人を動かす勉強をしたいので、なんか管理職を取りに行くことがあったんですけど、まあ、その28の年齢で、管理職をさせてもらえる会社、ベンチャー企業とか外資の方に探してて、で、まあ一つ声かけることになって、でそこに転職をしてですね、バリ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 と主演の伺っているとか、そういう人たちに対してこう聞いたらしいなと思って、はい、そんな環境が始まりつつあった、転職本当に半年経ってないぐらいの時に、はい、ガンが発覚してですね、僕に、ちょうど2年前ぐらいですね、そうなんです。で、あ、今あったりですよ、めっちゃ元気なんですけど、で、行った時は、ステージ1だったので、それは大丈夫なんですけど、その時に、初めて死というか、意識を意識して、人間マジで意識しようか分かんねえなって思って、それもなんかガンだけじゃなくて、この収録が終わって、道路で事故に遭っちゃうかもしれないとか、どこで何があるか分かんないなって。40歳、50歳でスキルついたら会社が下げようとか、この辺でなんとなく思ってたのか、いつかじゃなくて、もう今じゃねえみたいな、うん、危ないですね、今よく聞くフレーズがありましたけど、みんな言うなんとなく40年、40歳、50歳でやろうと思ってたこう企業っていうのが、もう目の前でもうやろうってなって、でこういろんな銀行にいたのもあって、またこう起業したいっていうのもあったんで、こう何をやろうとか、世の中の足りてない部分って何だろう、うん、このアイデアって社会にうまく貢献できそうだねとか、いろんなものを考えてたんですけど、ちょっとそのアイデアを自分の中で棚卸しした時に、日本酒じゃねえ、うん、で、それ市場調査してマーケットをもちろん調べて、でこう、なんか日本酒業界でできないかなと、でかつ、日本酒飲めない人とか、どんどんそういった人たちに活動して、マーケットをこう広くしていくには何かないかなってこう調べていったら、日本酒飲む以外のコンテンツで、酒粕がどうとか、スイーツがどうとかっていう、またその類の一つに、日本酒酒粕を使ったスキンケアっていうのがどうやら女性の中で流行ってるらしいとか、流行ってたらしいとかになって、ちょっとこれじゃないかなっていうので、こうどん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 、いろんな人の力を借りながら商品化していって、今に至るっていう感じです。めちゃくちゃ長くなりましたけど。